エアポート80は、1979年に制作された航空パニック映画、エアポートシリーズの第4作。主演アラン・ドロン、監督デビッド・ローエル・リッチ、ユニバーサル映画作品。ワールドフェデレーション航空が、アメリカ合衆国で初めて購入したコンコルドが、フランス人のベテラン機長、ポール・メトランの操縦で、ワシントン・ダレス国際空港に到着した。コンコルドは、翌日にはソ連から訪米中の親善スポーツ選手団を乗せ、パリ経由でモスクワ五輪のプレオリンピックが開かれるモスクワへ飛行する予定であった。その際には、ワールドフェデレーション航空社長のイーライのほか、多数の招待客も乗り込み、アメリカ人ベテラン機長のジョー・パトローニが、メトランと共に操縦桿を握ることになっていた。また、スチュワーデスの一人イザベルは、メトランのかつての恋人だった。その夜、ニュースキャスターのマギー・ウィーラーのアパートに、大手軍需企業のハリソン産業で働く、カール・パーカーという男が訪ねてきて、社長のケビン・ハリソンが武器の不正輸出を行っていることを告げるが、マギーの目の前で暗殺されてしまう。マギーは、ケビンの恋人であり、翌朝本人に会って問いただすが、ケビンは否定した。だが、取材のためコンコルドに乗り込む寸前、マギーはカールの妻から証拠書類を受け取り愕然とする。撮影に使用されたコンコルドエールフランス所属会 BTSC1985 年7月5日、パリシャルル・ド・ゴール空港コンコルドは飛び立った。ケビンは真相を知ったマギーをコンコルドごと葬り去ろうと、テスト中のコンピューター制御ミサイルバザードのプログラムを書き換え、事故に見せかけて、コンコルドを狙わせる。だが、パトローニの操縦で、コンコルドは辛くもバザードを回避。バザードは、スクランブルしたアメリカ空軍の F-15 戦闘機のミサイルで撃破された。焦ったケビンは、パリの仲間に命じ、ファントム戦闘機でコンコルドをミサイル攻撃させる。ポールは熱源を追尾されるのをかわすため、全エンジンを停止し急降下。海面スレスレでエンジンを再点火し、ミサイルの回避に成功する。ファントムは、スクランブルしたフランス空軍のミラージュ海1戦闘機によって撃墜され、コンコルドは直前に信号弾を使ってミサイルをかわそうとした際に、至近距離で爆発した衝撃で、油圧系統に故障を起こしながらも、なんとかパリ近郊のルブルジェ空港に緊急着陸する。後を追って、パリに急行したケビンは、マギーに自ら真相を発表すると約束して、時間を稼ぐと、シャルル・ド・ゴール国際空港に改装されたコンコルドに、買収した整備員の手で仕掛けを施させる。翌日、再び飛び立ったコンコルドは、アルプス上空を飛行中に、貨物室のドアが吹き飛び、気圧低下によって、客室の床に亀裂が入った。ポールとパトローニは、コンコルドを雪原に不時着させることを決意するのだが、本作は大空港に始まるエアポートシリーズの第4作である。制作はエアポート75、エアポート77、バミューダからの脱出の制作総指揮ジェニングス・ラング、監督は猫のデビッド・ローウェル・リッチ、脚本は後年、フォレスト・ガンプ、一期一会を手掛けるエリック・ロス、音楽は燃えよドラゴンや、ダーティハリーシリーズなど映画、テレビドラマの音楽を数多く手掛けている、ラロシフリンであった。出演は、フランスから名優アラン・ドロンと、エマニエル夫人シリーズのシルビア・クリステルが参加。その他に、タワーリング・インフェルノのスーザン・ブレイクリーと、ロバート・ワグナー、ローマの休日のエディ・アルバート、スウェーデンの名女優、ビビアン・デ・ショーン、そして、大地震のジョージ・ケネディといった、豪華な顔ぶれであった。ロバート・ワグナーとエディ・アルバートは、スクリーン上での絡みはなかったが、人気テレビシリーズ、華麗な探偵、ピート&マックの名コンビでもあった。また、ジョージ・ケネディは、エアポートシリーズ前作に、同じジョー・パトローニ役で出演しているが、4作目にして、初めて主役級のパイロットとなった。もう一方の主役であるコンコルドは、離陸や飛行シーンは実物をチャーターして撮影が行われた。スペクタクルシーンは、ユニバーサル映画の親会社 MCA が新開発した特撮技術シネソニックが使われた。これは、精巧なコンコルドのミニチュアを大空をバックに合成し、自由自在に飛行するように見せられるもので、総制作費$15,000,000のうち$4,000,000がつぎ込まれたという。見どころも満載の映画ではあったが、例えばコンコルドがジェット戦闘機に攻撃を受けるシーンでは、追跡してくるミサイルをコックピットから視認したパイロットがこれをかわすために、宙返りから背面飛行まで見せた挙句、飛行中のコックピットの窓を開けて、赤外線、ホーミングミサイルをくらますために、信号銃を発射するなど、大空港で見せたそれなりの現実味からは遠く離れた、荒唐無稽な物語になってしまった感がある。興行的にも成功とは言えず、エアポートシリーズは本作をもって終了となってしまった。以後、今日に至ってもシリーズ中で最も低い評価を与えられたままである。なお、本作中でアメリカ人スポーツキャスターとソ連の女子体操選手との恋愛が描かれているが、現実世界では翌1980年、西側諸国がモスクワオリンピックのボイコットを行った。また、本作の撮影に使用されたコンコルド機は2000年に墜落事故を起こし、それがきっかけの一つとなって2003年にはコンコルドの前機が退役している。括弧内は日本語吹き替え。ありがとうございます。